分これ国内初です。その程度国内初です。せやろ、絶対あかんわ。ちょっとすみません、緊急で動画を撮らせていただいてるんですけど、ちょっと光栄です、申し訳ございません、緊急動画配信中です。ちょっと緊急なんで音声聞き取りにくかったりとかいうこともあります。字幕もありません。編集もあまりしないと思いますんで、ちょっとご了承の方お願いします。仕事から帰ってきたらまさかの玄関に荷物が放置されているということで、ちょっと最悪の事態です。これ枕ってどないすんねん。ちょっと何か開けてもらえる？無理です。こんな大きな荷物をね、送ってくるような人を家に入れるつもりはありません。開けてくれ、帰ってください。蒸し暑いね。え、そんなこと私に関係ないって。ちょっと開けてもらえる？ちょっとこれ荷物、これなんで流れてくれてないの？危ないよ、このパクられたらどうすんの。盗まれたら置いたとこやから大丈夫や。大きいし入れるとこないから。開けて、蒸し暑いで。おいおい、おい、何ですか？ちょっと、ほんま熱いって。これちょっと、これ入れなあかんよ。お前パクられたらどうする？入れなあかんちゃうね。入れるとこはないっていう話をしてるの。じゃあ、それまずもう実家帰ってもらえます？とりあえず開けて、箱だけちょっともう捨てるわ、ここで。ずっと言えろ。あ、はい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 。怖実家に帰ってもらえます？それ持って無理だよ、バイクしかないのに。知りませんよ。あこうじゃん、こうただあげるわ、もうこれ。ごめん、これ全大丈夫、これ別に大したもしようもない、あれ大した荷物じゃないから。大した荷物じゃないんだ、もう返し。じゃあ、これパソコンデスク用の椅子や。なかったから、だって。あるけど。ちょっとこれ、あれ、もうこれ捨てるからさ。それごと捨てたいでも開けとな、そのまま捨て。ちょっとあれ、3曲だけ。ごめん、ちょっと借り。そうです。3曲だけ。これな。3曲なの？3曲。で、開け、おいで、ちょっとこいつ、使うな。開けるから、こう。捨てるから。腹減ったらまだ飯まだか？ちょっとカバンだけ動かしてって。ありがとうございます。ありがとうございます。実は嬉しかったりする？ふざけんなよ。じゃあちょっとやります。マスクだけしとこうか。じゃあ改めてやります。よっしゃ、届いたんちゃう？これまた。え？これまた、車の上に来たんか？ほんまに今度はこんなでっかい。でっかい、荷物、ほんと、これの車の用品やったら、びっくりするぐらい思ったからな。覚悟せよ。よっしゃ。でっか。何これ。え？多分これ国内初です。正しいの国内初です。で、こっち表はまだちょっと見せられないです。何かはちょっと次の取り付け動画で見ていただくような形になるかと思います。あ、すごい、誰も来れる。そうやって抱っこしても実家帰れ。実家は帰って、さよなら。かっこいい。とりあえず、手で入れてくれるか？無理、帰って、さよなら。無理だよ。何が？こんなん持って。そんなものを許可した覚えはない。こんなん持って家帰られる。そんなん持って家帰られんだったら、うちにも持って帰ってこられへんよ、そんなもん。というか、この箱どうすんねん。誰が入んねん。箱、もうその箱に入って、ゴミ箱に座っときや、自分も。開かれるよ。しゃあないな、もうそれは。ね、これ誰出し方ないわ。え、これ誰がつけんの？俺が開かれた。売るわ。ふざけんな。肩身にしてくれ、それぐらい。嫌や、そんな重たい、大きい肩身。これは、ちょっともう、皆さん。内緒なんで、リッペには内緒で購入してますんで、これ絶対に言わないとだよ。まだちょっと皆さんにもまだお見せするのは、ちょっと次の動画をお楽しみいただければと思っております。多分、今初の動画になるかと思っております。ということで、いってらっしゃい。
こりゃ離婚の危機やな。おい、おい、あいつ、あいつ、これなんや。おい、ちょっと来い。これなんや。どうやって出るの。これなんや。これなんや。どういうことな。置き配にしたんやけどな。置き配にしたからここにあんねやろ。なんや、またこの大きな段ボール。ブリントって書いてるな。おい、とりあえず入れよ。覚悟しろ。分かってるな。よし。